はい、また。どうも、浦迫です。さあ、今日はですね、はい、今月、うん、今月の動画の振り返りといいますか、はい、まあまあ、裏話みたいなのをちょっとね喋ろうかなと、うん、手と手から始まってるんですよ今月。そうですね、オリジナルソング手と手、はい、うん、もちろんその奥さんまに向けて作った曲ではあるんですけども、うん、はい、ね、やっぱ全カップルに通ずるような感じでというので、おりょうくんに作ってもらった、はいはい、非常にいい曲なんですよね。いい曲、ご好評いただいてますね。やっぱ嫁さこさんは自分のために作ってもらったっていうのもあるけど、うん、それとは別にずっと言いますよ、再生回数を見ながら、もっとみんなに知ってほしいねっていうこと、うん、そうですよね。なんかリビングでくつろいでたら急にやっぱ手と手どうなってるっつって、はあ、すごい、もっといろんな人に知ってほしいよね、うん、それぐらいいい曲やからってすごい言ってくれます。はあ、嬉しいですね、うん、嬉しいですね、嫁さこさんそう言ってもらえるの、うん、だからそうは確か思うんですよ、もっと知ってほしいなって、うん、いい曲やから、うんうんうん、だから、ね、いろんな方がね、カバーしていただいたら、なるほど、ね、なるほど、オリジナルじゃなくてもそのカバーしてくれた人がなんかすごい売れてくれたらな、はいはいはい、実はって言えるやん、後乗りみたいな。なるほど、確かに、なんか実はこっちの人がオリジナルで、はいはい、でそうやったんやで見てくれて、こっちも盛り上がるみたいな。あー、やってほしいですね。なんか、なるほど、誰かやってくれないですか、手と手歌ってみた。歌ってみた。はい。宇多田ヒカルちゃんあたりやってくれんかな。求めるもの大きいんですよ。え？求めるもの。たまたま見てらしたらね。あいみょんさんどうですか。せめて YouTuber してくださいよ。え？そんな。たまたま見てて、はい、あ、歌ってみようって万が一ですよ。万が一思ったらね。ジャスティンビーバーとかね。ジャスティンさんどうですか。ジャッジ、ザスティンさん。ジャスティンさん。ジャスティンさん。PPP はね、ジャスティンさんでやりましたから。ビーバーさん、ちょっと歌ってくださいよ。ビーバーさん、手と手、どうですか。もう届くことのないラブコールしてるんですよ、ずっと。カンレハン、カンレマウ、カンレマウ、そんな歌い方じゃない、ジャスティン。ないよ。アベンジャーズの崩壊じゃないですか、それ。やってください、ぜひ、お願いします。ぜひぜひ。ね、みたいなことがありまして、ちょっと聞いてほしいなとかいうところから、はいはい、まあ、3月は始まりました、うん、始まって、そこからね、加藤隆さんとのねコラボで、はい、ね、ゴールデンフィンガーで天津飯、はい、これはまあ、不評でした。我々にとってはもうレジェンドですけどね、はい、やっぱり今この YouTube のチャンネルを見てくれてる女性陣の方はちょっと不評やったのかな。本当にやっぱ下ネタがあんまりですよね、うん、まあまあまあ、そうですね、チャンネルはそうですね、うん、そこはね、まあちょっとでも、まあ高さんは僕は会いたかったので、うん、内容はめちゃめちゃ面白いですね、本当に、はい、面白い人でした。もう仕方ございません。はい、で、淳との対談ね、今年今月はね、もう、うん、楽しかった、楽しかったな、いろいろ喋れて、うん、うん、もしかするとロンドンブーツ7号に僕がなるかもしれないという。あった、はい、まだなってませんけども、今のところ動きないですよね。そうですね、もし許可が下りればロンドンブーツ7号として何がしかロンドンブーツの活動の方に参加するかもしれませんので、それはいずれの話ですね。それでエッグベネディクトね、はい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 、美味しくできたね、これ久しぶりの料理動画でしたね、はい、うん、ほんで偶然なのかな、このエッグベネディクトの回と、うん、加藤隆さんの天津飯の回が、再生回数が全く一緒です。これもね、もうエッグの力なのかな。卵の固定ファンが、固定ファンがいてる。どうしたら結構持ってますよ。すごいですね。卵結構持ってます。そうやな。はい、まあ、卵好きな人多いですもんね。そういうこと。そっちなんかな。中身関係なかったですもんね。だから、うん、ね、ほんで慎吾との対談でね。楽しかった。楽しかったですね。かっこよかったっす、ね、かっこよかった、ずっと言ってました、かっこよかった、シンゴかっこいいですよ、めちゃくちゃかっこよかった、うん、すごかった、なんかオーラもね、はい、ねただ対談をしながらさ、
実際にちょっと慎吾やし、まあ、チャラ男でね一世風靡しましたから、うん、ホストクラブさん実際やってる店が空いてる状態のところの一部屋を借りてやってたんで、うん、横がうるさかったね。あ、それ、ね、そうですね。普通にホストクラブが通常営業してるとこにやってたんでコールがね、いろいろえぐかったんでね、ちょっとかったな、変なトークになりましたけど、なんか心霊現象みたいありましたよね。え、三松さんのね、何だっけ、で電気消えたんや。三股の話したら照明がパンと落ちたんですよ。怖かったっすね、あれ。何なんだろう。赤身も怖い怖い、今もなんか落ちるで。やめとこ。あれは本当にびっくりした。びっくりした、本当に。なあ、あったな。で、ナメトーククイズやってみたりとか、結構俺当てたよね。ありました、本当に。で、生配信やって。カンコレ振り返りですね。楽しかったですね。楽しかったね。うん、そして、福島県の食材で、はい、うん、ハンバーグ師匠に来てもらって、ハンバーグ豚 100% のハンバーグを初めて食べました。あれ美味しかった、めちゃくちゃ美味しかったっすね。美味しかったし、何よりもこれお世辞じゃなくて、うん、福島の食材がむちゃくちゃうまかったんですよ。いやー、ほんとそうっすね、うん、あの余ったネギとか持って帰らせてもらって家で焼いたら美味しかった。ネギすごかったっすね。あのネギはすごかった、激甘やったな。甘い、はい、知らんかったけど、いや福島の食材もう抜群に美味しいので、うん、皆さんぜひ調べて購入できますので、うん、ネット等でぜひね、もう今震災からもちょうど10年ですから、はい、みんなで盛り上げるという意味も含めて、うん、ぜひ調べてみてください。ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しいですから。美味しかった。さあ、そして藤原、はい、藤原が2本続きましたね。2本続きました。しんどかった、もうこれ。ほんま、そうですよね。あちらのチャンネルとね、プラスすると4本乗りしてますからね。そうやで。そうだ、めちゃめちゃしんどかったし、ものすごい体力使わされたわ。絶対フジモンとかも怪我してるで。なんか知らせそうですね。うん、結局俺がうわー大暴れしてるから。いや俺も次の日なんかあちこちでなんか、いやすごかった、内出血いっぱいあったわ。もうさ、違うね、もう古いね、藤原。感覚がもうみんな50超えてんねんから。もう無理聞かんで、ほんまに楽しかったけどな、ただ、はい、生でノーリミット見れたんすよ、僕たち。もうめちゃくちゃすごいですよ、天然素材のな、ノーリミットを見れたんですよ。27時間テレビで、うん、天然素材みんな集まって踊ったやつやん。知りました、あれは嬉しかったな。またまあな、まあ言うてもまあ藤原とかはな、うん、もうほんまか、もう兄弟みたいなもんなんで、まあ楽しかったですわ。まあその楽しかったっていうのは、うん、視聴者の皆さんにも伝わってたので、うん、すごくいい回でしたね、うんうん、そして、あ、そうかそうか、大阪でね、小西さん、親友の小西くんの店に光くん連れて行ってね、はい、爆買い。小西さん人気ですよね。そうやね、コメント欄で、はい、人気出てます、人気出てます。まあ確かに映像で見たらゆるキャラやけどね、ゆるキャラ、確かにあの大きさでゆるいキャラなんです。ゆるキャラなんですけど、よく考えてください、ほんまの生物としてのゆるキャラって猛獣ですから。あの大きさの、あのゆるキャラたちがほんまに生物やったら大変な生き物やから、それ考えたらね。でもまあまあ人気があるのはいいんで、これさ、いいキャラだよな。いいキャラ、本人もなんかね言わへんけど、はい、うん、なんかコメント欄もなんか よかったみたいやね。似てる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 、いそ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 、矢沢くんコメント欄とかも良かったみたいやね。絶対見てるし、絶対見てるから、小西見てるやろお前。絶対裏坂も絶対見てるんですよ。まあまあ可愛い男ですからね、皆さんよろしくお願いします。準レギュラーでぜひお願いします、はい、お願いしますね。そしてね、これシナッチョだ、はい、シナッチョともね楽しかったな、品川さん、はい、ね、ホッとしますよ、うん、もうシナッチョもまた何か何かでコラボを、ね、したいですね、してもらいましょうよ、うん。さあ、そしてお母ちゃん、はい、これ今品川さん、これスッていくとまた品川さん言いますえ、品川さん今の尺で終わるとまた多分品川さん言いますよ、全然俺の話してくんないって。それ狙った。
ってないな。なるほど、失礼しました。わざとそれに言ってんだ。そういうことか。いや、そういうこと。プロだわ。失礼しました。失礼しました。シナッチはそういうとこ、ほんまにもう、もう、女の子やから。すぐにもうってなるから。めちゃめちゃ面白かったの、くだり。面白かったっすね。別でシナッチョが俺の話、またな、はい、あのジュニアと の, かあのトークを見て、ね、俺の話をしてくれてるとか聞いてんねんちゃん。生配信でね、ありがたいことに聞いてるから今わざとそうしてんねん。なるほど。すいません、分かってないな、お前は。今こう触れてもうたらなんかもう思んないやろ。カットしようかな、ここは、はい、ええー、よ。スッとしといた方がいいね。白川さんは基本スッとしましょう。スッとしといたら、あの、もうあのだファンの人からとか、はい、品川にあの報告とかが入ったりとかして、はい、どういうことってね、品川が見たら、ちょっとスッとしてますやんみたいなことをまた言うてくれて、はい、なんかその相乗効果が、ね、面白いやん。なるほど、なるほど。っていう意味でスッとして。かしこまりました。結果今、品川さん動画見て5万円通だとは思います。ちょっと、バレてもうたやん。わざとに決まってるやろ。はい、そしてね、おかんのとこへ行きまして、はい、久しぶりに実家に帰らせてもらいまして、77歳喜寿ですわ。うん、まあまあ姉ちゃんの憎まれ口をね、叩く人ですけど、まあまあ長生きはしていただきたいね。そうですね。うん、お元気でよかった。元気は元気ですね。ちょっとね、あ、シルクロード君、はい、ね、シルクさんと、はい、だからシルクさんっていうのがちょっとなんか気持ち悪い。シルクくんって言いにくいやろ。そう、くが続きますからね。はい、そう、シルクさんやと、もう俺の先輩のあのあー、なるほど、シルク姉さん、シルク姉さん、シルクさんってシルク姉さんがこう浮かんでしまうから、なんかこうやって踊ってきそうやな。そうか、そうやね、シルク姉さんが言うから、まあでもシルク、まあシルクくん、シルクくんも言いにくいな。シルクロードくん長いな。長いですね。もうシルクさんでええか、しゃあないな。なんか盛り上がったね、すごくね。いやー、本当にキャラも立ってって面白かったですね。うん、まさかあの、うん、一本下駄でどえらい衣装みたいな服が私服とは夢にも思わなかったですけども、楽しかったですね。いや、嬉しかったですね。僕はすごい見れた YouTuber なので、うん、ね、ザ・ YouTuber という方でしたけども、できたらまたね、はい、ぜひフィッシャーズと、ね、はい、フィッシャーズさんとやりたいですね。はい、僕がで、あの、同じことができるかどうか分かりませんけども、一度参加してみたいね。はい、で、ジュニア、はい、ジュニアさん、そうそうそう、これタイトルに犬猿の仲とかつけるから、なんかいっぱいニュースになって思ってたやん。めっちゃなってましたね。そうやね、別に犬猿でもなんでもないねん。揉めたことがあるっていうだけやから。そうですね。そうそうそう、で、なんかすごいコメント欄にすごいピリピリしてたとか、おー、確かにありましたよね。あの緊張感がどうのこのって結構あってんけど、いや、そうでもなかったんけどな。結構穏やかな雰囲気、まあ、穏やかってわけじゃないですけど、なんか楽しい感じでしたけどね、現場は。ピリピリ感はなかったっすよね。だから、あの、勝手に思、あの、そう想像してくれはったんかな。かもですね。あの、だから犬猿とか書くからやん。なるほどね。そうそうそう、ずっとなんか喧嘩してる人と会う感じやからピリピリ感みたいに思われてんけど、何も喧嘩してないですから。そんな、その喧嘩してる人やったら、俺アメトークにゲストで来るったらちょっとやめてとかなるやん。確かにそうですね。そうですね、うん、普通に仲良しですよ。はい、仲良しではないんかな。、うん、普通に先輩と後輩っていう形かな。まあいろいろ濃い話はしたけどね。はい、うん、結果楽しかったです、すごく。楽しかった、うん、さあ、そして来ましたね、カンコレね、はい、落とし穴。いや、これはもう一番のドッキリは穴が低かったから、ね、胸ぐらいしかなかったから。そうですね、それが一番や。うわーって相当滞空時間があるんや思ったら、うわ、ドン、やばい、低っってなったから、これどうぞって言って、これどうぞなんかあのこれをってスタッフの人にこれ待って、いや、もうそんな優しい顔じゃなかったね。はい、押してるんで、押してるんでみたいな。なんかもう無言で、え、こうやってグッてると、え、味でってなって、いやー、落ちただけでもパニックやのにね。そう、でも大盛り上がりで、盛り上がりでしたね。盛り上がったね、楽しかったね、カンコレ、夢のような時間やったね。うん、うん、本当で、その、鈴木の日がその裏側、
これもっと見てほしいけどな、すごい、いやすごい超豪華な人と、まあ短い時間ですけど超豪華な人といっぱい絡ましてもらいましたから、これはぜひね、あの遡って見てほしいな。万有さんとかマジびっくりしましたね。いや本当に、うん、初めてやもんね。ね、うん、結構光属性の人とたくさん、はい、そうですよ、あの絡むことができたので、うん、これぜひあの皆さんファンの皆様も見てください。はい、お願いします。でネクステ、ほぼネクステとね。はい、もう念願のネクストステージとの絡みですね。そうね、はい、あのちゃんと絡んだの初めてかもね。うん、今後はちょっとね、あのその絡みも増やしていきたいなと。うん、思っておりますので、めちゃめちゃファンやからね、いい駆け足になってくれてますから、そう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 、めちゃくちゃ好きなんで僕は。なんでいろいろ企画を考えてやっていきましょう。はい、はい、うん、まあ、プレミア公開してこれ本当にリアルタイムでめちゃくちゃ盛り上がったんで、うん、ぜひぜひタリアと思います。ファンの皆さんとそうでない皆さんもぜひ、あの、はい、面白い楽しい回になっておりますのでご覧ください、はい、というのが一応3月、はい、今現在だよ ね、はい、はい、なのであの遡って見てらっしゃらない方は、あのほぼあの全部自分でもなんですけど全部面白い動画になってますので、はい、遡ってでもぜひご覧ください。お願いします。はい、というわけで以上でございます。はい、倉迫、はい、というわけでおしまい。じゃあね、4月も頑張ろう。頑張りましょう。頑張ろう。はい、筋肉痛ジム帰り派手にやったので大丈夫ですか。大丈夫。じゃあ、ありがとうございます。寝ちゃおっかな。痛い痛いピッ。